チラッ、あ、ドゥン、あ、無理です、はい、トーイ。おっそすー、ゴーストワイヤー東京、続きいきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、渋谷におります。引き続きやっていきますよ。ってことで、前回はまたちょっとサイドミッションでね、うろうろしておりましたんで、今回はメインミッションの方にまずは行きつつっていう感じかな。なので神社、これをちょっと解放する感じで向こうの方行こうと思います。警備員があそこにおるけど行きますよ。さっ、なんかいろいろ新しいの出てきたりするかな。いやー、前回はあの口先女の何強化版じゃないけどさ、赤いやつが出てきたよね。っていうか、斜めの道多いから、どっから行ったら最短距離なんか、すげえ分かりにくいわ。このままずーっと行って、で、いいのかな？ちょっと膨らんでるけど。これが最短距離？でもせっかくやから、ちょっと路地裏とかも通った方がいいかな？へいへい。さっ、猫股に関係するグッズが、いるわ。いろいろあればいいんやけどね。あー、バレた。あ、大丈夫やろ。で、こういうとこ意外と通ってったりとかでけへんわ。逃げます。追われてる。ああ、追いかけてきてるやついるわ。ああ、目の前に。そんなこともあるのね。たまには逃げるのね。戦国交番。有名な交番？はあ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 。ここは、あの、桜があった交番か。はあ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 。ってことは、ここが、あの、激坂。意外と通ったことあるとこばっかり俺通っちゃってるな。そうなるとそんなもんなんかな。そうなっちゃうってこと。これまっすぐ行ったらまたあの商店街とかに出るんかな。うん、ていていてい。グデイ、猫泣いとったでい。ここは前66尾探すときに確か来たとこやな。おーおーおー、びっくりした。あ、ごめんごめんごめん。意外となんか街並み覚えちゃってるで。とりあえずここまっすぐだな、神社解放。さささっ、ここ行くしかない。何の声。ええ、なんかちょっと人の声せえへんかった。あんなところに届く。それ届きます。もう一体いるけど見えん。おえー、おー言うてるけど、向こうにもいるけど、いや
で、神社がこの辺になんかお寺チックな建物あんで、と怖い怖いよ。すん、もっと救わなきゃ。うん、あ、ここも団地のとこか。で、さささささ、あーもう女子を後ろからやろうと思ったのに、女子を後ろからやろうと思ったって、ちょっとその発言はやばいな。そういう意味じゃないよ、違うからね。うん、おお、あ、女子、今のは見えないよ、おい。はあ、男子いらん。しかもそんな、なんか腕に腕章してるやつ知らん。おい、あー、もう戦闘嫌やわー。で、こういうのもやってったらなあかんやんな。はっはっはっは。うん、吸収、はい、吸収、それ吸収。今回は団地じゃなくて、この工事現場なんかちょっと入れんだよな。こんだけ、あんなところに、やめとこ、バレそう。俺が向かうべきは、ヤクザ揚げ、ここ、こんなか。あいついるちっちゃい公園で、ちょっとエーテル回復しといて、いけるかな。うん、さ、後ろからいける、こいつ。うっとっとっと、はい、バレた。ごめんて。うん、強いよね。はい、はい、お、新しい攻撃、やばそう。あいつ、ふ、足りない、イエス、まだか。うん、いや、さっきコア一瞬出たのに、まだなのかお前。そして、やべ、エーテルが、あー、はい、経験は一言やな。森、大丈夫か。ドゥン、で、再戦、あ、こんなんあったな。経験のお願い事叶えてください。なんか意味あんの？タバコが吸いてえな。それは無理。え、それだけ？あ、一回しか無理なんかこれ。それともなんか時間制？ウニー。なんだ？何取った？レプリカ。なんて読むの？天破破山。絶対違う。スサノオシンが
ヤマタノオロチを退治した時に用いられたとされる剣。ああ、じゃあ絶対有名なやつ。読み方わからんけど。あ、数珠。何これ、探す霊の数珠みたいな。スキルなんか共鳴時間、ダウンしている敵に与える。共鳴の場所だけで何取った数珠やから装備か。これ 100m 内の幽霊を探知。あ、いいやん。矢の攻撃力下げて、あんま使わんからね。これでいけそうだ。いけそう。探知、探知ってどういうことやろな。100m 内ってことはこうやったら、はい、よくわからへん。100m 内にまたまた幽霊がいいってことか。で、とりあえずこれで霧があんま晴れてなくない。とりあえず順番に神社行かなあかんっぽいな。行くでー。ほんま飯がよく追ってるわ、この団地ほんま。何がこの巻き巻きに。ああもう怖い怖い怖い。配線間違えたやつか。この公園は前来たね。なんか声したけど、猫股と、あ、女子が見える。あ、あ、あいつら、この 100m のやつが出てきたから、いやーもう連れ去られてもいいんやけど正直。はい、90。ちょっとエーテルが、エーテルがあんまりねえんだわ。ほら、え、こら、うい、はい、また襲われてる。助けなきゃ。助けなきゃ、助けなきゃ。女子パンツは見ない。今でも即上できそうやったな、あんなタイミングで即上することもできんだ。ほら待ちなさい男子、あなた、あなた、はい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 、はい、あれ、はい、あれ、ちょっともうちょっとなんか、バトルにもうちょっと幅出てこへんのか。ちょっと最近ワンパターンになってる気がするぞ。でーい、なんだこれ。あ、一旦の木綿ちゃう、あれ。あ、一旦の木綿やん。上上がるっていく系か、これは。吸収。ちょっと待っとけ。ささ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 さ、あ、階段大変。屋上。これで経験に任せるってあんのよな、下見ると。やってみようか、経験に任せる。あ、この方が楽、俺自身でなぞらんでもいいってことね。
任せる。任せろ。ズン。まだどこかにいるはずだ。なぞるのをそのうちみんな飽きるやろって思ってわざわざ任せる機能用意してたんでね。この高さ吸収ちょっと無理ちゃう。おめんちゃん、ケーケー、あそこ。うん、嫌がった。一旦もめんのやつめ。やつめ、あいつはこっちを気にしていない。うん、だからあとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。ああ、まだ今から追いかけんの。さささささささ、早く吸収したいんですけど。マガ玉、マガ玉ちょうだい。え、そっち？それは届かないよ。こっち帰ってきて。帰ってくる？おーい。こっち来てくれ。それともあっちで捕まえないとあかん感じなのかな。はいはい。天狗がちょいちょいおりますが、あいつは動かないな。飛んでみるか。じゃあ多分届かない。さあ、くっくっ、変な回変な回で引っかかった。うっす、入れた。あ、とりあえず、え、マジ？元の場所に戻ってみるか。案外いるかもしれないぞ。なんかじゃあ正しい生き方がなんかあんのかな。あ、元の場所戻ってる。逃げられたってことはなんや。まあいい、とりあえずちょっともう一回、もう一回だからここにいる。この状態で俺的には捕まえたいんやけど。一旦もめんのやつがいたぞ。今度は逃がすなよ。ああ。グラップルやグライドも活用してみろ。うん。でいちいち言うってことはやっぱなんか正しいルートがあんやな。この野郎、待て待てってやってもあっち行っちゃうでしょ。一旦横の横のマンションって合ってる？これでどうや。あ、と来たぞ。ほら、待て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 、よし。頭を打ったみたいだな。バカや。捕まえるぞ。いけました。よし。よし。うまくやったな。ああ、どんなもんじゃい。さあ、うん。飛べる時間、よいしょ。1秒伸びるとかいうやつも早めに手に入れてもいいかもね。スーン。ってことで、ああ、妖怪が。いっぱい見えますよ。で、俺が目指してるのはあそこの神社だか。鳥居2つあんのか。違うよね。 あっちまで、こっちでいいのかな。はっ、ういさっ。変なところから神社侵入してきました。あっ、さっ、あ、いる。こういう鳥居はやっぱ違うんやな。
やば、やばい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 。このまま、ここを登る余裕はないね。でもここを登れたら、時間短縮になる気はするんだが。と、よし、侵入。ああ、テルちゃん。テルちゃんの隙をついて浄化は無理か。テルちゃん、あ、テルちゃん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 、ういやめて、あ、後ろ、後ろバレー、うっとーい。結局結構戦うなあかん感じ。浄化、浄化できない。あと一体どっか。あ、結局お前にバレるやつか。何やそのパンチ。今のその気合のこもったパンチは何や。やば。食べてどう。よし、ああもうそうやってきたな。俺これで浄化はいける。よろしく。はあ、まだカラスいっぱいいるで。あ、ちょん、ん？開かねえぞ。あ、この何箇所もある鳥全部やらなあかんってことこれ。あ、怖っ。え、てか鳥クソある。あー、敵ぽちょん。いっぱいいますわ。バレずに倒すのは難しそうなので、おい、あ、いた、この野郎。学生のくせにバスガイドはしろ。痛い。レベルアップ。よし、また強くなったな。結局あいつら倒さんと浄化でけん感じなんかこれは。ん？あ、霧晴れバーレー、カラスどっか行きの。イエス。おい、アキト、あの光が消えてる。何？急いだ方がいいかもしれねえ。何やって？光が消えて、ここよね、でもメインミッション行くのは。あ？とりあえずここの神社もっかい寄って、なんかいろいろ、こっちの奥の方、なんか変わったルートで行かすな。あ、鬼。小玉。とりあえずはあの神社の中多分入れるようになってると思うんだ。トイレ来たな。この鳥、さささささささ、あ、こっからが正式なルートやったのね。にゃひーん。なんか売ってる？レア物ばかりだよ。いや、そうではないぞ。ヤーとか買います。スキルポイント
ほんまでもこれ飛びる時間が3秒、いやこれつけとこうか、もう早めに。こっから先はマガダマいるしな。うん、でその後戦闘系かな。チャージショットの短縮とかもいいかもね。分かってるよ。ピポパポピ解放。うい、お、もうすぐ5万です。5万人まで、あと新しい技を覚えられそうだぞ。もう少しです。ああそうか、チャンネル登録者数もこれぐらいの勢いで増えたらめちゃめちゃ楽しいと思う。さあここやね、さっき入れなかったの。もう大丈夫だよ。これは、あ、お地蔵さんの位置は知っといてもいいかもね。話のわかる神様だな。地図に出たかな。で、数珠。あ、火の数珠。これ探知の 100m 以内の霊いらんよね別に。これなくても、なくても非属性攻撃力20。いやでも火の攻撃あんま使わんからな。これにしようか。うん、 100m、 いやこっちにしよう。別に多分装備してなくても 100m よりは狭いかもしれんけど、多分もうちょっと近くの霊は探知できてると思うんだ。あ、でもあんまりこうこれ自体俺あんまり使ってないけどね。まずはそこやけどね。で、あ、こんなところにお地蔵さんあるで。とりあえずじゃあお地蔵さん向かいつつ、え、これ、あー、神社のこんなところとか。光はこの奥に集まっていたはずだ。うん、怖いっせー。へえ、あらー、ありましたわ神社。変なルートできたけどな。エリカちゃんは森にいる。怖いこと知ってるなお前。52分の9、まだまだやんけ。見守ってくれそう。うん、そうだな。じゃあこのままここ光の柱の中心、もともとここが光ってたってことらしいので行くで。こんな森、しかも坂やから、や、山なんかここ。何があるところ実際の東京やったら。ここは、はっはっはっ、来たよ。あ、これは魂だ。え、全部あいつらが集めたものだ。あいつらなんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。なんで？いちいち反応してられないからな。けどな、正義感は大事やろ。たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。正義感湧いてきた。確かにぶったたかれたよ。いや、お前も鈍なってんの。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろ。
うん、それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ええ、そんな事件がないと生きてる甲斐感じんのかい。祠に向かう。こんなところがもともと光の柱あったってことなんやんな。ほら、ここから行けそうだ。え、中入んの？やば、開ける。嘘マジ？開けた瞬間びっくりとか、あー、なかったわ。うわ、やば。あいつはマリに何をするつもりなんだ。でもってもう閉まってるし。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。何よこの祠。やべえな。ジャンプ、ジャンプ。こんな祠、わあ広。あれでも外見えてるやん。お、般若。あ、お仲間。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。はあ、てめえ。ケイケ、待って。マリはどこだ？一心同体か。話全然聞いてくれ。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。ん？君らにはもう使い道がない。は？救ってやれなくて申し訳なく思う。あ？何を言っている？申し訳ないと思っている。マリを返せ！残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。うん。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何やそれ。何だと？あ、私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。うん。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。え、ちょっとこんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、うん、どういうことだ。エリカがってこと？大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。うん。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。そんなこと。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。ああ、なんか言うて。あ、取った。え？いや、顔色。ケケ、どうした？誰なんだあれ？誰？すまない。勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。え、これ妻と娘？あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。何の意思で？この結界も彼女のおかげだ。どうやって動いてんの？自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。アンニャさん、なんだこいつ。なんだこいつ。うん。君たちの相手はこの子にしてもらう。この子。あら、娘なのね。あ、戦闘なんですね。うわあ
人面のやつ。いやもうなんかいきなり、あはー、いきなり、おお、ちょっと、今のお前ではまともに戦えない。おこいつの近くに回って様子を伺え。近く、お、単独行動、いやこれは前聞いた。どうしたらいいんや。四角、そうはあ、はあははあ、またこの辺明快昭和団地チックなところに来ましたよ。いや、矢はあるけど。ケイケ、無事か。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。引き抜く、わかった。気づかれないように背後に回ってみる。まずどこにいるのかが分からへん。わあ、エリカ、あなたの気持ちも分かる。リンコ喋っていた。私にはその決断はできない。ん、私は戦いたかった。んお父さん、お母さん、よいしょ、リンコさん、お布団、みんな私を守ろうとしてくれる。ん、私はいつも守られるだけ。はあ、長い間そのことに疑問を抱かなかった。あ、あれか。もう違った。あ真ん中の建物がこれ多分隠れられる場所ってことよね。で背後を取って、さっ、なんか、あ、どおい、お、あどーん、これを3回やれってことか。3回の法則で、また拾ってきたの。逃げて、なんかあれなんていうやつやったっけ。あのゲームであったな、この感じ。それは本当に生きていると言えるの。言えるわけがない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。なんか言うてますね。どこよ。意外と出てこねえぞあいつ。モヤモヤしてる。ここは、あ、切りはげた。バカなのかあいつ。力の源だ。ちら、あ、無理です。はい、ちょい。はい、ごめんなさい。よし、こっちには、はい、来れない。で、あれ、もう俺を見失ったお前。あいつバカだ。あっち行った。KK となぜ俺は引き剥がされたのに更新ができるんだい。まだ警戒しとんな。なんかなかなかゼロにならへん。なった。まともにやり合うのは無理だ。分かってます。隠れて機会を伺おう。うん。ごめん。いや。こっち向いてると思わなかった。で、また。あっさ。隠れてちょっとまた、やり過ごせ的な感じか。ここだよー。おおおお。あ、痛い。うわ、そんな攻撃あんのか。やば。なるほど、あの霧は厄介だな。で、またこっち来る？いるね。なるほど、どっち向いてるかが分かりにくいな、あいつ。
さっき向こう向いてると思ったら、背後に回らないと。こっち向くなよ。向いた。向いたけど、スルーした。よし。行く。はい。いやーってどっか行くのよな。喋るパート？耐え難いほど軽くする。この間それを理解してくれない。遊んでていいんかな？守られる。様式いっぱい。守られている。私はただの器。ああ。何を入れるかは誰かが決める。エリカが喋ってる間は無敵？あなたはここにいればいい。はいはい。ここにいれば安全だ。違う。ほらおらんのよねこの間。違うのよ。私だって生きていたい。で、さあ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 、いけ。どこだ。こう。さあ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 。四角。あいつの足を止める方法を考えないと。足を止める方法。おお。え、いけそうやで。うん。足止めなくても。あ、いけました。あ、いや、お前はそんな。いけた。ごめんな。あ、娘さんでしたね。お。え、びっくりした。ただつまずいてこけたな。おお、おお、あ、すごい。パーンじゃ無理。クソが。ああ、あら、デスストランディングみたいになってる。え、あ、通り抜けるタイプ。どこ行くの。お、あと少しのところでまた。ケケ、あいつを追わないと。ですね。あれ、起き上がった。この子まだまだ。お前は関わるな。うん、汚れ仕事は俺の担当だ。いや、でもやるのは俺、それはやってるのは俺。顔面から。こんなことが許されるはずない。何を引っこ抜いたん。あいつを止めない限り終わらない。うん、行くぞ。亡霊仕事かな今の。あ、ドゥドゥン。ん、サウンドが手に入った。このタイミングでチャプターが変わりましたよ。祠を出て、鳥居出て、あーすごい、あ、東京タワー。あー、え、何体いんの。給水塔がちょっと邪魔です。
だこれは。なんて光景だ。セフィロスでも出てくんのか。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるじゃね。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。行こう。すごいな。え？ああ電話鳴ってる。アキト、電話の音が聞こえないか。ん？なんかお札手に入れた。ん？これじゃない？ん？なんか手に入れたな今。で？電話鳴ってたけど、それは？それはどこ？あ、そんでまたサイドミッション。あ、ちょ。とりあえず電話のところまで行きましょうか。鳴ってるのうるさいからな。パッ。で、ワンちゃんちょっとブルブルしてる。よし。あげる。お食べ。食べ。慌てずに食べな。うん。はっはっはっは。ありがとう優しい人。で、掘って。どうも。うるさいなもう。なんじゃ。儀式は進んでいるようだな。リンコ。だが、手に入れた木札の力で。ああ取った。鳥居の場所がわかるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと経験。エリカのこと、ありがとう。気にするな。汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。ません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。やる気満々。本番はこれからだ。だろ。ああ。ありがとう。アキトええやつなってるやん。俺言われただけ？ん？さらなる隠された鳥居の出現。入手した化け猫の寄付だ。の力によって今まで隠れていた鳥居が出現。町の様々な場所にある鳥居を見つけて浄化すれば新しい地域が出現。チャプターも変わって、このタイミングであれか。じゃあ、わあいっぱい出てきた。なんかでサイドミッションもまたちょっと増えて、あ、神社クソあるけど。やば、増えすぎ。なんでそんなバラバラに照らしてくれんやろ。まあでもとりあえず霧が晴れてるところから徐々に広げていくってことしか多分無理やと思うけど、まあこの辺からやっていくか、さっきのねちょっと前に開けたあそこ行くかってことよな。あ、でもマップ的にはもう一番上まで来たんか。メインミッション巨人、こっちの方に巨人見える？ちょっと一回巨人が見えるのかどうかチェックしてんだが。お前がいて助かったよ。ああよかったね。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。お、言いたいことはなんとなくわかるよ。そう。うわ、暗、怖、やば。あれさっきこんな汚い団地だったっけ、ここやば、ここ激怖やんけ、このほら、ここ触るなのあったところやん。開ける、うえー、ほら、なんか鳥がここ来たことあるところやのに
なんかボロボロなってる。他の団地もか。あ、うっすら巨人見えるわ。歩いてる。あのまま歩いていくんかな。どのタイミングで。あっちにもなんかうっすら見えるな。このまま放置してたらちょっと歩きすぎたから止まろうってならんか。ガンガン歩いていけるわ。メインミッション巨人。げえ、とりあえずはまあ一個メインミッション進めて。ああ、ここ行けないな。一個メインミッションを進めて、それで、新しいチャプターにも入ったからね。この続きはまた次回ですな。やっていこうかと思います。それではまた。よろしくどうぞ。